ストライクショット。こんにちは、Xフラッグバカのストラバッチョー、トーパネストリークスです。今回はですね、モンスト3周年ということでね、私たちもね、感謝の気持ちがたくさんあるんですけれども、実はモンスターからね、感謝の気持ちをみんなに伝えたいということで、ね、電話がかかってくるらしいので、電話とりあえずね、私が代表して電話をオラゴンの電話にかかってくる、そうなんですよ、なんでちょっとね、待ってみましょうか。見ましょう。はい、あ、かかってきました。撮ります。はい、はじめまして、ミカエルです。ミカエルだ。本当に3周年と聞いて、いても立ってもいられず電話しちゃいました。本当は飛んで行きたかったんだけど。いやでも嬉しいですね。重心化かな。すごいね、元気だね。元気、電話ありがとう。ありがとう。今まで一緒に戦ってきてくれてありがとね。これからも精一杯頑張るから、ずっと一緒にいてね。今こそ祝福の時。バイバイ。バイバイ。それちょっとなんか最後重心化、ね、最後ね、あれ言ってましたね。やっぱちょっと戦う時はね、真剣なんだね。いや嬉しいですね。最近すごいミカエルと一緒に戦ってるから、ちょっと嬉しかった。私も嬉しいけど、皆さん届いてますかね。みんなにもね、電話かかってきてるんで。あれ、またん、次誰だろう。はい、もしもし、誰だかわかるかな。わかるよね。あ、これはアリスですね。アリスじゃない。ピンポーン、さすがストライカー。合ってたね。え、お祝いしちゃってもいいかな。いいよね。え、何言ってくれるの。なんでお祝いしてくれるの。ハッピーバースデーモンスター、ハッピーバースデーモンスター、ハッピーバースデーディアモンスター、ハッピーバースデーモンスター。バイバイ。可愛すぎる。歌声がすごい。じゃあ曲メロみたいな、なんかさ、この部分だけ取ってすごい、お祝いしてもらった。アリスってそんな可愛いとこあったんですね。いや、でもこっからツンが来る。ツンが来ますね。されるかもしれないってことですか。やばいやばい、やっぱ3周年だからちょっと今回ね、デイレットね、来てくれた。いい子じゃん。いい子いい子、ね、あ、またかかってきました。うん、誰だろう。はい、ランスロット、まさかこれは繋がっているのか。繋がっているんだな。ごきげんよう、アーサーだ。最初のはあれ、わかんなかった。わかんなかったの。電話の書き方わかんない。3周年ということで、皆に伝えたいことがある。なんだろう、なんですか。なんだろう、ね、私がまだロックオンではなかった頃、いつもステージ下部に置いてくれてありがとう。今ではどこからでもあなたの力になれるようになった。3年間共に歩んでくれてありがとう。これからも円卓の加護のもとに、聖剣エクスカリバー。ランスロット、切ってくれ。増えちゃった。すごい、なんか、私アンサー持ってないんですけど、持ってますか。持ってる持ってる。いつもステージ壁に、ねね、置いてたね。いやー、みんなね、村井さんとかも初めてアーサー使う時とか、ずっと下にカンカンしててずっとね、共に戦ってたんですよ。今ではもうどこからでもね、打てる、ロックオンになったからってことですね。ランスロットもね、そばにいたんですね、やっぱね。ランスロットに使い方聞いてましたね、スマホの。かわいい。ランスロット目つぶってなかったのかな。ちょっと聞こえなかったね、これはね。あ、じゃあまたかかってきたので、撮りますよ。はい、はい、もしもし、ラファエルと申します。ラファエル、かわいい、かわいい、かわいい。なになに。3周年と聞きまして、お祝いに聖なる水を送らせていただきました。え、え、あ、え、これこれだ。あ、これちょ、これなんだ。これ聖なる水か、これ聖なる水、これ映画化。やったやったやった3周年を祝して乾杯しましょう。聖なる水よ、今ここにその奇跡を示したまえ。では、ちょっと、あいしょ、乾杯。乾杯あ、なんか心がなんかね、綺麗になった気がする。朝の名水朝の名水はね、やっぱね、心綺麗にしますね。
はい、ということで、ね、ラファタンからもね、すごいね、お祝いが来た、こんなプレゼントまでねしてくれるなんて、ね、でも今までもう結構、うん、ヒット、ミカエル、アリス、うんうん、アーサー、ラファエル、うん、あとは木属性の子が誰が来るんですかね。やっぱ、あれじゃない、あれじゃないの、ね、あれあれ、みんなも思ってると思うんですけど、で、分かってきました。おはい、よう、貴族生はガブリエルだと思っただろう。俺だ。ガブちゃんじゃないですよ。え、ガブだ。期待したんだけど。誰ガブだと思ったよね。祝福のお知らせに参りました。てね。あ、これか。これ完全なるロビンフットですね。ロビンフットですね。ご明察。森の英雄ロビンフットだ。お前たちとは出会って間もないが、共に苦難を乗り越えてきたな。石の上にも3年ってね。ここでことわざキャラ。ことわざキャラなんですね。なんだっけ、虫飛んで火にいるナスの虫もね、ことわざだもん、ね、石の上にも3年ってねって言ってたね。3周年だからね。3周年ですね。4年目どうすんだ。はい、ということでね、はい、うん、全部の、ね、属性のモンスターたちから、うん、まさかお祝いメッセージがね、ありがたいね、私たちからもね、うん、ユージャさんに感謝の言葉を、うん、はい、はい、どうですか、そのパチさん、はい、3年間ありがとうございました。このね、公式チャンネルはまだ1年ちょいとか、うん、いや、もっとか、1年半ぐらいか、1年半ぐらい、1年半とかなんでね、これからもね、いろんな面白い動画上げていこうと思うので、ぜひね、お付き合いいただければ嬉しいです。はい、はい、花井さん、いかがでしょうか。3年間すごい早かったなっていう感じですね、うん、すっごい本当いろんなことあったんで、ですね、もう皆さんとねたくさん会ってプレイもできたし、うん、いろんなことをお届けできたり、うん、楽しかったなと、うん、これからもね皆さんにね楽しさを届けたいなと思っているので、よろしくお願いします。はい、私もね、うん、ロビンフットと同じで、まだまだ皆さんとはねちょっと短いんですけれども、これからもっとね濃い動画を出して、うん、距離をね近づけていけるかなと思います。濃い動画、濃い動画ね、私なりの濃い動画があるのでね、もうすぐね映画もね、そうなんです、うん、モンスターアニメの方は映画化もありますのでね、うん、はい、もっとバラエティに富んだものをお届けできればと思います。はい、はい、じゃあ最後ブーちゃんも来て、はい、コウ先生もメッセージがあるということで、うちのモンスターからも、うちのモンスター、中の人モンスターからも一言をもらおうか。はい、僕自身はね、まだ全然動画に出て間もないですけど、今後もより濃い動画に出ていきたいと思うので、濃い動画って何なり、濃い動画って濃い動画にしていきたいと思うので、よろしくお願いします。はい、というわけでね、今回は、うん、3周年ありがとう動画ということで、モンスターとそして私たちからメッセージをお届けいたしました。はい、ではバイバイ。ご視聴ありがとうございました。モンスターストライクは10月10日で3周年、ありがとうございます。ありがとうございます。モンスター公式チャンネルもこれからどんどんパワーアップしていくので、よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録は画面下のボタンよりよろしくお願いします。X フラッグではモンスターアニメや他のチャンネルもあるのでチェックしてみてください。チェック。ではよろしくお願いします。